高橋義信は、日本の政治家。衆議院議員を務め、漫画、氷伝のトラクターの主人公のモデルにもなった。岩手県伊沢郡、小山村出身。伊沢町立小山中学校、岩手県立水沢農業高等学校、東海大学教養学部生活学科生活経済、学科程卒業。小沢一郎の秘書を25年間務め、小沢の陰に、 高橋あり、選挙の達人、自由党の軍師と言われ、自ら、趣味は、小沢一郎と公言するほど小沢の側近中の、側近であった。2000年、第42回総選挙で、比例東北ブロックから自由党の名簿順位5位で、出馬することとなった。これは保守党との分裂直後による候補者不足による、ものであった。当時、 自由党の東北ブロックでの獲得予想議席は、主要新聞各紙で3から4であったが、岩手1区、岩手3区と選挙区で獲得したことで、高橋の当選につながった。衆議院議員時代は、農政を専門に活動していたが、民主党との民し合併決定後の2003年、第43回総選挙には立候補せず、衆議院議員を引退した。引退後は、 小沢事務所に戻ることなく、岩手で地元企業の役員に就任した。2004年民主党を離党し、第20回参院選岩手県選挙区で自由、民主党系無所属の新人候補者の支援を表明した。高橋は秘書時代の人脈を活かして、森岡市内の大手ゼネコン社員を動員し、一晩で候補者ポスターを県内全域に張り巡らせるなど、相変わらずの 選挙豪社振りを見せつけたものの、民主党公認候補の朱浜亮に大差で敗北した。2006年3月19日に行われた欧州市長選に出馬25,078票を獲得するも落選したが、本命視されていた旧水沢市長の高橋光雄が落選し、旧江差市長の相原正明が当選した背景には、高橋の出馬による巨荒れが一因にあった。 小沢との決別の真相について周囲には墓まで持っていくと述べている。現在のところ真相は不明であるが、一説には公直化した小沢講演会に危機感を抱き、講演会運営の中心であった自分が離反することで組織の活性化を促したと言われ、平成の石川和正と一部で囁かれた。後に、小沢一郎の敵化したかに終始する。 政治手法で自由な議論が封じられたことに不満を持っていたこと、小沢一郎の影響力が大きかった地元テレビ局の岩手面恋テレビにおいて、会長人事や本社移転で小沢と対立があったことが判明している。衆議院議員、遠藤信彦は政策秘書、江別市議会議員、角田はじめは欧州市長選まで行動を共にした最後の秘書。年秋。 自民党岩手県連の要請を受けて、次期衆院選で岩手4区から自民党公認候補として出馬し、小沢に挑戦することを表明。2009年3月、西松建設事件に関わる政治資金規制法違反容疑で小沢の資金管理団体、陸産会会計責任者として、東京地方検察庁に逮捕された小沢の公設大維持秘書、大久保隆式に、 当該業務を引き継いだ前任者として存在を取り沙汰されている。この問題が注目された時点で高橋の構想事項は成立していたが、これを受けて自民党本部内には擁立に対する懸念も見られた。高橋自身は献金の仕組みや授受に関わったことはないと否定し、改めて立候補への意欲を示した。2009年3月21日付の読売新聞は、 東京地検特捜部が高橋を参考人として事情聴取したと報じた。西松建設関係者などによると、小沢の秘書時代にゼネコン業界の窓口となり、東北へ進出を図る西松建設へに献金の増額を要求。これを受け、西松建設側は年間2500万円前後を献金するために、西松設立の新政治問題研究会を利用したという。 読売新聞は、新政治問題研究会をダミー団体としているが、高橋は、新政治問題研究会が、西松建設のダミーとは知らなかったとし、違法献金の権威を否定したという。2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙に、自民党から出馬し、公明党の推薦も受けるものの落選。2010年4月上旬に、 政界引退の意向支持者などに伝えた。ジャーナリストへの転身を目指すものの、将来的な政界復帰も視野に入れているとされている。2010年3月、東京地検特捜部の事情聴取に応じたことが報道された。2016年には自民党に会派が開いた選挙弁協会で指南役を務めた。ありがとうございます。